しももです。今回はトワイスのグッズをウィズドラマで買ったので紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はウィズドラマでトワイスのグッズを買いました。で、ここにタブリーちゃんがいます。で、今回ウィズドラマのグッズ買ったんですけど、8月12日の21時から買いました。届いたのが8月16日の15時になります。で、4日間かかって届きました。今回はタイス TV2018 を買いました。もともとのお値段が4520円になります。送料は2562円とお高めです。保険料があって保険料は273円になります。で、送料と保険料あと4522円合わせて合計7357円と少しお高めになります。で、Amazon とか他のショップで買うと6000円から7000円になります。1つ買う場合は Amazon とかの方がお得です。1つじゃなくてたくさん買う場合は送料が1つ買ったら絶対結構2000円くらい送料がかかるんですけど、1つ目はもう300円とか200円しかかかんないので、たくさん買う場合はウィズドラマの方がお得です。では早速開封していきます。はい、では早速開けます。待って、これあれじゃん。トワイス TV かな。なんかめっちゃ入ってるんだけど、こんな感じに入ってます。ちゃんとちょっと出しますね。どんできた。はい、こんな感じに出しました。私はお小遣いでトワイス TV を買ってねとスパパさんに言ったんですけど、なんかたくさん入ってます。予定とは違う量が入ってますね。ということで理由を聞いてきました。スパパさんに理由を聞いたところ、今後の動画で紹介するからいっぺんたくさんに買ったそうです。トワイス TV 一つ買うと送料と保険料でだいたい3000円ぐらいになるんですけど、トワイス TV 以外でも他のものを買ったら送料はだいたい5000円ぐらいになります。なのでもうまとめて買っちゃったらしいです。はい、ではこのトワイス TV をちょっと開けていきたいと思います。明日開封の動画を出したいと思います。はい、では開けていきたいと思います。で、トワイス TV の中に思ったより結構軽いです。え、すごい、めっちゃ。はい、開けました。こんな感じです。この DVD が入ってると思うんですけど、 DVD は韓国の DVD なので日本の DVD では見えません。なので私見たいので日本で見られる方法を探してみたいと思います。こんな感じでガチャガチャになってます。めっちゃ可愛い。こんな感じ、 DVD の内容が書いてあります。でもこっから私行こうかな。はい、ということで紹介をしたんですけど、明日開封をしていきたいと思います。ではバイバーイ。